千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、歯肉炎の治療期間はどのくらいかという質問にお答えしたいと思います。歯肉炎自体とプラーク、汚れが歯についた汚れが原因ですので、歯科医院などで適切な TBI とブラッシング指導などを受ければと、しっかりと汚れが取れるようになれば、期間としては 2,3 日もかからずに歯茎が引き締まってくると思います。また歯周病と違って骨を溶かしたりというものがないので、長い期間をかけて炎症を起こしたわけではなくて、磨き残しなどの歯茎に汚れが歯茎についているところに炎症を起こすものですので、汚れさえ取れてくれればすぐ治ると思います。なのでブラッシング指導で何回か来てもらったりということはありますが、しっかり と TBI ができるようになれば、ごめんなさい、ブラッシングができるようになれば、上手でしたら歯肉炎も起きづらいのかなと、1回でも歯肉炎に関してはのアプローチは終わりになると思います。また小児の場合、交換期、乳歯から永久歯に変わるときに、永久歯がしっかり と歯間、頭の部分が出る前の状態というのは誰でも磨きづらいです。しっかりと歯が並んでいれば一通りの歯ブラシで大体きれいになってくれますが、やはり高さが違ったりとか向きが違ったりというふうになると、その部分は汚れがつきやすくなります。落としづらくなります。なので交換期の、お子様の歯肉炎はとても多いです。やはりそういう場合も歯科医院でブラッシング指導などをしっかりと受けて、今のこの状態だったらここを重点的に磨けばいいよというようなアドバイスをいただくべきかなと思います。もしも細かい質問と疑問や質問があればコメントいただければお返ししたいと思います。